前回、古いマザボに新しく買ったグラボを取り付けるビデオを紹介しました。マザボはアスースタフ B450M プラスで、グラボはクロシコの RTX4060 です。ところがマザボの PCIe が Gen3 なのに対して、グラボが Gen4×8 で十分な性能を出せてない可能性があります。 B550 などの Gen4 マザボを使うのが良いのですが、すでに持っていたこちらの PC で RTX4060 を動かしてみます。マザボは ASUS のプライム B760K で、 CPU はインテルの 14400F です。インテルハマってるのせいで結構安く買えました。前回の PC との性能比較です。 PCIe が Gen3 から Gen4 になってます。メモリは DDR4 と DDR5 の違いがあります。 CPU のコア数が8コアと10コアの違いがあります。ただしインテルの4コアは E コアといってシングルスレッドのコアです。そこでスレッド数としては同じになります。キャッシュの量も違いがあります。ここからはベンチマークの比較になります。左半分がライゼン 5700X、 右半分がインテル 14400F です。また上半分がプリセット中でフレーム生成なし、下半分がプリセット高でフレーム生成ありです。今回紹介した PC の方が約 15% の FPS 向上が見られます。速度向上の原因が CPU かメモリか PCIe によるかは不明です。どちらにしても RTX4060 でここまでの性能が出せることが分かりました。フレーム生成は FPS を上げるための有効な手段です。ただフレーム生成ありで 60fps、 フレーム生成なしで 60fps を比べた場合、フレーム生成ありは約60分の1秒の遅延フレームがあります。この辺は前回のビデオでも説明しているのでご覧ください。この辺から重くなりますが、インテル PC の方はプリセット中フレーム生成なしでも 60fps を維持できます。
夜中。よろしかったらチャンネル登録お願いします。